除雪中、除雪作業中。はい、ということでね、今回はね、ちょっとね変わった、フィギュアを、紹介したいと思います。まあ知ってる人は結構なマニアかなっていうぐらいのね、ちょっとあんま知名度がないフィギュアなんですけれども、超クールなねフィギュア、を紹介したいと思います。こちらはね、海外製ですね、海外の、メーカーが、作っているもので、日本でもまあオークションとかでもね、手に入りますけれども、実はねこのシリーズ自分結構好きで集めてます。結構かっこいいんですよ、出来もいいしね。はい、ということでね早速見ていきましょう。はい、こちらですね、結構重いですね。はい、じゃん、わーお、この時点で超かっけーけどな、箱が。ちゅうか、でかくて、あれやだな。全部入ってないけども。こんな感じ。まあ、手と合わせればね、わかると思います。このシリーズ自体がね、結構マイナーつーか、なんだろうね。ゴッドコンプレックスっていうね、ここに書いてありますけど、ゴッドコンプレックスっていう、シリーズで、グリッチっていう会社が出してるのかな。それのね、ここに書いてありますけれども、6分の1ね、6分の1スケールコレクタブルフィギュアっていうことでね、この絵柄のね、ここに書いてありますけど、スサノオって書いてありますね。はい。まあネーミングはね、めっちゃ日本の感じなんですけどね。でも作っている会社は、海外ということでね。どうだかな、香港か多分そこら辺だと思うんだけどね。とりあえずね、開封してみましょうね、早速ね。はい、はい、結構ねこうスライド式でね、これがアウターケースみたいになっててスライド式で、中箱が出てきましたね。はい、これも、スサノオの、兜のマークですかね。はい、いや結構重いなこれ。こんな重かったっけなこのシリーズ。これをね開けたいと思いますけれど、しっかりした箱に入ってますね。はい、ちゃんとね。はい、さらに何か、書いてありますね。限定のあれだから、500分の75かな。ですね、500体限定商品ということですね。はい、いやこれはすごいな、500体限定だったんだね。どうやって、あ、このままこうカット開けて、これ自体がどういうぐらいだろう。あ、別に何でもなかったですね。見てみましょう。はい、こんな感じで入ってますね。はい、はい、フィギュア的にはアクションドールみたいなね、ちょっとね、ポージングがいろいろできる人形みたいな感じのですね。がっちりした固定ポーズじゃないですね。ガシガシ動かせる、動かしてポーズを取ることができる、そんな、フィギュアですね。はい、思ったより、結構大きいですね。
何体か持ってるんですけどね、うん、こんな大きかったかな。久しぶりに、このシリーズ買ったんでね、はい、ではね早速開けてちょっと各部を見ていきましょう。はい、今ねちょっとこう箱から出してブリスターの状態まで持ってきましたけれども、結構ねがっつりとパーツがね豊富に入ってるんですよね。こういうね、手パーツがまず結構ありまして、で支柱のポールですね、で、台座、はい、で、ひっくり返して、本体という感じですね。はい、じゃあね、開けてみましょう。はい、はい、一応ね本体を取り出してみました。はい、こういう感じですね。はい、頭がね結構もうなんだろうメカメカしい感じのね、はい、でまあこうねガシガシとこうくるっと、おっと360度回っとるな、うん、でねこれここはね、布なのかな、ちゃんとこう腕まくりもできますし、あとここがねボタン式になってますんで、こうパンパンと外せばね、こうインナーがね、見える感じですね。はい、まあ、こういうねラフな感じにもできますね、うん、この時点でも超かっこいいけどね。やったね。で、後ろね、後ろは、背中のなんだろうねこれね、プロテクターみたいな、でまたよくわからないこのなんだろうね、尾ひれっつうのかな、でもなんだろうワイヤーが入ってますね、うん、なんかワイヤーが入ってるからこういろいろ角度つうかいろいろつけれますね、うん、でここの足のあれもこれはプロテクターかな、うん、まああんまそこまで動きませんけど上下はできますね、うん、でまあ足もねがっつりいろいろ曲げれますね。まあボールジョイントなんでね、こういろいろこうガシガシ遊べる感じですね。はい、斉藤さんだぞ。うん、いいね、かっこいいな。で、パーツがね、これまずこれソード、うん、これ武器ですね。刀みたいな。が、もう一本二刀流ができるって感じだね。で、もう一つが、なんかスナイパーライフルみたいなね、うん、長銃が入ってますね、うん、これいいね、で、まあ、あとは台座が入ってるやつなんですけど、なんかなんだろうねこのプレートみたいなのが入ってるんです。これがすごい重いんだよ。何なんだこのプレートは。うん、まあよくわからんけど、まあとりあえずちょっとね、手パーツを付け替えて、うん、ちょっと一回ポーズを取ってみますか。はい、ということでね、まあちょっと二刀流ということでね、刀を2つ持たせた状態で、飾ってますけれども、一応ね土台とあと後ろのなんかプレートみたいなのはこの背景の、壁みたいな感じのやつでしたね、うん、で、台座に、支柱
まあ、支柱ちょっとね、これはね、もうしょうがないよね。ちょっと、まあ。ちょ、こう、モザイク。うん。もうこれ見てくださいね。この段階でめっちゃかっこいいよね。いや、これはかっこいいわ。いや、すげえな。なんだ、仮面ライダーみたいな感じ、うん、いやーかっこいいなー。ちょっと骨幹がいやーこれはいいね。いやほんとね、かっこいい、これは。うん、じゃあちょっとね、ライフルもちょっと持たせてみましょう。はい、いやー、あのね、銃を持たせたポーズをとってますが、一応ね、パッケージで、これとね、同じようなポーズで、撮ってみました。まあ、こういう感じでね、うん。いやー、かっこいいわー。ほんとこれかっこいいわー。すごいね。いや、いろいろポーズ取れるんでね。いや、どのポーズで飾ろうか迷うぐらいですね。いやー、かっこいいね、これは。出来がね、ほんと半端ないわ。いやー、細かいね、ほんとね、服の、作りとかね。うん。あと、ボールジョイントなんでね、ガシガシ動かせるし。このシリーズやっぱいいね、ほんと。いやー、まあね、あのタイトルは、タイトルつうかね、実際ね、まあ、検索するときはね、多分今出てる、英語のね、なんて書いてある、はい、なんて書いてあるかわかんないけど、今出てますやつでね、検索するとね、オークションとかでヒットすると思います。まあね、自分はこれはちょっと中古としてね、ちょっと格安っていうか、まあ安いのか安くないかわかんないけど、まあ安めに手に入れられたんでね、まあ良かったですね。最初定価で買おうと思ったんですけどね、定価が約2万5000円とかそんぐらいだと思います。はい。半値以下で買いました。いやこの機会にね、皆さんもね、ちょっと気になったら検索してね、ぜひこのシリーズ、見てみてください。はい、結構いろいろ出てますね。うん、まあ最後にね、ちょっと同シリーズのやつとね、ちょっと、飾ってみたいと思います。はい。はい。ということでね、トランクスの、生首なんですけれども、出ちゃうわ。はい。一応飾ってみました。はい。一応ポーズを変えて、結構躍動感あるポーズでかっこよく決めました。はい。これですね。はい。いやー、かっけえ。めっちゃかっけえ。あのね、一応刀っつうかソードはね、ライフルに、こうつけれますね。はい、穴があって、つけることができました。はい、で、片方だけつけて片方は手に持たせていると。はい、そういった感じで、でちょっとね、後ろの帯をたなびかせる感じで、ポーズをつけてみました。いや、めっちゃかっけー。で、これのね、同シリーズが、こちらになりますね。はい。まあ、前回、もう結構前に紹介したと思うんですけれども、このシリーズですね。はい。まあ、でもこれはね、スカルヘッドというシリーズなんですけれども、かっこいいよね。もう、スカルのヘルメットに、まあ、あと、大型で、一応パーカー着てるんですけど、パーカーはね、脱ぐことができたんで、
こういう感じでね手に持たせて、背負ってる感じでパーカーはしてます。はい、だからこういう感じはね、うん、はい、で、でこいつ、これがなんだろう、リーダー的なやつなのかわかんないけど、スカルヘッドの最初に出たやつですね。うん、まあ、これもねズボンにこう指を突っ込んでね、ここにちょっと毛がこうねちょっとスタイリッシュにこうスサノオと同じにねこう歩くような感じにこうポーズつけてみました。はい、で、武器は、金属バットみたいなやつですね。いや、これは本当ね、このシリーズ本当大好きなんだよね。めっちゃスタイリッシュでクールですね。はい。で、後ろにはね、黄金バット。黄金バット持ったね、紳士風ナスカルヘッド。ジャケットにね、スーツを着てますね。こいつもね、一応ポーズ的には、まあ、こう懐に、バットを仕込ませてあったのを取り出す瞬間みたいな感じでね、ポージングつけてます。はい、うん、こういうねポージングをね取れるっていうんでね、このシリーズ大好きなんですよ。こう自分なりにね、ほんと好きなようにこうポーズを取ることができるんでね、こう靴の裏まで見えるね、これね。まあこのスサノオだけね別格なのかわかんないけど、ほんと台座がついてましたね。まあ500個限定だからかな、他は限定とは書いてなかったんだよな。いやーすげー、スサノオが別格扱いみたいになってるよ。まあ、それを取り巻くスカルヘッドたちみたいな構図になってるけどね。いや、かっけー、このフィギュア。で、スパイダーマン。これはパネルです。いや、かっけー、公民と相関だね。めっちゃかっけー、何この4人って感じ。はい、ということでね、今回は、あ、そうそう、思い出したのはシックスビジョンっていうね、シリーズです。はい、まあね、それで検索していただければいろいろとね、ヒットすると思います。この他にもね、ほんとね、欲しいやつがいっぱいあるんでね、このシリーズはまだまだ買うかと思います。ということでね、今回は、スタイリッシュにクールなね、海外フィギュア、紹介させていただきました。これをご覧になってね、ぜひね、共感していただけたら、いいねボタン。そしてね、チャンネル登録がまだでしたら、チャンネル登録をしてね、これからの、フィギュアどうか楽しみにお待ちしていただければなと思います。では、今日はこの辺で。ご視聴どうもありがとうございました。